り遅れまいという政治的な意図が働いた、その可能性はあると当時そう思ってましたね。いや政治家は必ずそうなんですよ。で今回そうそうヨーロッパが機能しなかったというのは私はすごく非常に興味深いなと思っていて、それは第2波があったってことですか？いやそうじゃなくてですね、政治学者の中でもリベラルな立場を取ってきたのに、うん、今回ロックダウンに賛成した人っていうのは結構いてですね、うん、で欧州ではなんかごく少数のリベラル学者はそれに反対するって結構割れたわけですよ、うん、だからこのロックダウンっていうのをどう捉えるべきかと、やっぱり私たち生活を永遠に抑圧はできないわけで、どのぐらいの流行期間かにもよりますし、致死率にもよるんですけど、やっぱりここはその基本的人権の尊重、自由を尊重するのか、例えばリスクがあってもおじいちゃんおばあちゃんに会いたいという家族間の気持ちみたいな自由を認めるのか、それともそれは法律で禁止するのかというか、結構その思想は違ったんですけど、イワン・クラステフという人が今回本を書いてるんですけどね、その彼はやっぱりヨーロッパが軒並み他の国が何をやってるかなっていうのを見たって書いてるんです。つまり他の国の政府がやっていることを自分の国がやらなかったら説明責任を要求されるわけですよ。だから逆に強権的な国の方がベラルーシとかねの方が独自策をいけたと。でここはやっぱ集団心理が働きやすいので、今回のコロナでロックダウンが正しかったどうかっていうのは科学的に後から検証すべきだと思いますけど、ありとあらゆる政府がやっぱり周りを見て横を見て行動したんですよ。で日本もその例外ではなかったけど、やっぱり日本の法律のあるいは憲法の制度というのは、竹中さんからするとそれは有事の際に障害になる、さその通りなんですよ。だけども一定のストッパーになったねえねえ、僕は頭悪いんで、あなたの説明いくわ。つまり、日本がロックダウンをしなかったのは失敗だって言いたいの。